木村屋のパンシリーズブルーベリークリームロール、今日は食べてみたいと思います。さあブルーベリーですよ。ストロベリーの次に私の大好きなブルーベリーでございます。カロリーは338、いいですね。このカロリーだと2個食べられる。今日は2個積みますよ。さあじゃあブルーベリーの色を確かめて、頂戴します。これは期待できそう。ああ香りがいいですね。すごい香りがしますね。合成着色料ですか、なんでしょうか。ブルーベリーそのものが入ってると信じたい。ブルーベリー、ショートニング、砂糖、いろいろ入ってます。ブルーベリーの味に違いないと思いますよ。うん、これね、ブルーベリーをパンに入れた中ではナンバーワンですね。これはね、いろんなブルーベリーチーズとかブルーベリージャムとかブルーベリーパンがありましたけど、木村屋のブルーベリーパン一番上手なんじゃないですか。これはうん、まあ、特にね言うことないですよこれね。特に最近でかいのが続いたんで、このサイズのパンが懐かしい。うん、食べやすいね、やっぱりね。うんうん。ということで笠岡駅前に行ったら木村屋のパン寄ってブルーベリーのパンを食べてみてくださいね。それではまたお会いしましょう。